クストーツァは、イタリア共和国ベネト州ベローナ県ソンマカンパーニャに属する分離集落。ベローナの南西郊外に位置する、この土地は、19世紀に2回にわたって、重要な戦闘の舞台となっている。イタリア語、カストーザは、クーストッサと発音される。日本語文献では、クストーザとナ転記されることもある。ドイツ語文献では、クストッサと記される。クストは、 ソンマカンパーニャ市街から南西へ、約5キロメートル、ベローナからは南西へ、約1 7トルの距離にある。ソンマカンパーニャ、バレッジョ、ビッテアフランカのちょうど中心付近に位置している。集落は、ガルダコのモレーンの丘陵地帯末端部のふもと、ティオーネガーの近くに位置する。南へおを越えれば、パダーナ平原が広がり、ポストムや街道にもほど近い。 二つのクストーツァの戦いを記念して、村の近くに納骨堂が建てられている。19世紀、イタリア統一運動の過程で、クストーツァは二回にわたって、重要な戦闘の舞台ととなっている。1848年、ロンバルド・ベネト王国各地で、オーストリア帝国による支配に対する反乱が勃発すると、これに乗じて、サルデーニャ王、カルロ・アルベルトはオーストリアに戦線を布告。 ロンバルドに攻め込んだ。ヨーゼフ・ラデツキー将軍率いるオーストリア軍は体制を立て直し、1848年7月23日から7月25日にかけてカルロ・アルベルト率いるサルデーニャ王国軍とこの地で衝突。サルデーニャ軍は敗北した。その後、北イタリアの反乱もオーストリア軍によって鎮圧された。1866年。 オーストリアとプロイセンの広島戦争が勃発すると、イタリア王国は、ベネト地方を併合すべく、オーストリアと先端を開いた。1866年6月24日、ラ・マルモラ将軍率いるイタリア王国軍は、オーストリア軍とこの地で衝突したが、敗北を期している。この時、ジュゼッペ・ガリバルディは、アルプス両兵隊を率いて、トレンティーノ地方に攻め入り、ベッツェッカの戦いに勝利して、 トレントを目前にしていたが、クストーツァの敗北を受けたイタリア王国軍から交代を命じられて、アブディスコと一言だけの伝報を返している。ここの地名は D.O.C. ワイン、ビアンコ・ディクストーツァでも有名である。サルデーニャの少年虎種の家エドモンド・デ・アミー・イッチスの小説、クオーレの中の一層は、サルデーニャの少年虎種は1848年の クストーザの戦いを舞台とした物語である、クストーザには、サルデーニャの少年古種の家や記念物がある、ありがとうございます。